と、こんにちは、さあ豊さん、はい、中日のサード誰問題、二遊間誰問題決まりましたね。そうだな、はい、本当にそうなのかなと思っちゃうけどね。あ、本当ですか。まずはサードです。ここは高橋周平選手か石川選手かで、もうファンも、うん、もうあの論争になってました。しっかり結果を残したね、はい、まあ、周平に軍配が上がったけども、はい、それを受けて石川が2軍スタートというね。そうなんです、まあ、厳しい現状に追い込まれたけども、はい、まあ、これがプロだけどもね、まあ、成績を残した方がもちろんもちろん、うん、それとその成績がこれルーキーだとちょっと疑っちゃうかもわかんないけども、うん、まあ、周平というね、ちゃんとした実績を持ってる選手が残しただけに、これは信用していいよね。そうですよね、うん、あとはやっぱり守備の安定感もあるしね、はい、まあ、そうだな、今年はまあ、打つことも大切だけども、うん、守備、うん、これはやっぱ大事にしていきたいよね。それは守備という面で見ると、例えば石川選手、高橋周平選手だと、やっぱり高橋周平選手の方が、あ、それはもう1枚、うん、1枚2枚ぐらい上手だよね、うんうんうん、だから、まあ、ゴールデングラブも取ったことのあるような周平だからさ、うん、それはやっぱり彼だって意地があるだろうし、うん、でも腐らずやってたね、しっかりね。本当そうですね。だからまあ安心したけどもね、うん、チームが打てない中、彼だけ成績を追うと、あ、周平が1本今日も打ってるみたいな、うん、そんな感じだから、ひたむきにね、はい、まあ、やってたんだなっていうふうに思うと、うん、まあ、嬉しいよね。嬉しいですね、はいはい、で石川選手もその2軍でスタートということは、その2軍でずっとやっぱ試合感、あ、それはもちろん持ってて、いつでも1軍で変われるように、まあ、そうだね、うん、だから代打要員でも置いといてもいいんだろうけどもさ、うん、まあ、それじゃあね、はい、やっぱこうゲーム感が失うだろうし、うん、なかなかやっぱそこまで経験がないからね、うん、まあ、経験はある程度したかもわからないけど、でもまあすぐ忘れちゃう、うん、だからまあ2軍で出てすぐ予備軍としてね、はい、まあ、いた方が、まあ、力はすぐ出しやすいだろうね。そうですよね、はい、またサードっていう位置からしても、周平選手がもしちょっと調子を落ちてきたら、もうそこにすぐやっぱり石川選手っていうところを立浪監督も、まあ、考えてるだろうけど、うん、やっぱり1回スタートさせたもの、開幕から、うん、なかなかやっぱり変えづらい部分があって、はい、一人のレギュラーとして、まあ、周平ぐらいのキャリアがあると扱っていくだろうからね、うん、本当によっぽど怪我したとか体調悪いとか、うん、まあ、そうなってくると石川っていうことはあるけども、うん、ただ調子がちょっと落ちてる、うん、それはね1年間やると調子落ちてるやつもいるよ、うん、中にはだから、そこら辺は立浪監督とか、まあ、ヘッドの片岡とかね、はい、分かってるから、うん、だからそれはやっぱいかに調子を戻せるようにアドバイスをするか、うん、っていうことだと思うよね、うん、はあ、でやっぱ石川選手は2軍でスタート、そこでじゃあ石川選手はまた、ね、あの1軍でポジションを奪取するには何を2軍ですべきなんですか。まあ、2軍に落とされるっていうのはさ、うん、まあ、先ほど言った、ね、ゲーム感を失わない、はい、まあ、そういうためにやっぱあの準備をさせておく、うん、まあ、これも一つにあるだろうけども、やっぱり守備とか、うん、やっぱ打席での考え方とか体作り、うん、この3点だな、これをやっぱりしっかりしないことには、やっぱレギュラーっていうのはやっぱまずは怪我してほしくないから、レギュラーに、はい、だからまあそこら辺をやっぱ徹底管理、バッティングで言えば物忘れ、やっぱりいいもの持ってる、だけど考え方がちょっと違うとその力が発揮できないと、まあ、守備に対してももう一度一球の大切さ、まあ、そういうものはすごく大切だよね、うんうん、2軍でもやっぱりやることは多いですね、やるべきことは。いや、やっぱりユニフォーム脱ぐまでやること多いんだよ、うんうん、だからそう考えておく方が間違いはないよね。そうですね、うん、そして二遊間、はい、ここも一体誰になるのか、カリステなのかな、うん、村松選手なのかな、辻本選手なのかな誰なんだろうなって思っていたところで、はい、ロドリゲス選手と田中幹也選手の二遊間が決定ということで、はい、まあ守備を重視したなっていう感じだよね。これあの皆さん驚いて、はい、例えば村松選手じゃないのとか、カリステ使ってたよねとかだったんですが、ここは守備というところで、まあ、そうだね、まあ、2人ともロドリゲスも、はい、まあ、田中なんかも特にそうなんだけど、やっぱり守備に定評がある、うん、まあ、選手で、まあ、昨年の戦い方、その前の戦い方見るとさ、はい、やっぱり序盤にエラーが出て失点してそのまま逃げ切られる、うん、まあ、そういうケースもすごく多かったんだよね、はい、まあ、その方がむしろ多かったというかさ、うん、まあ、最初からそういう状況にはチームをさせないという、
だから二遊間は、まあ、打つことも大事だけども守備を優先で考えたなっていう、うん、これができたのはおそらく俺は周平の復活だと思うよ。それはこれはやっぱ周平も中田翔も、まあ、リカーソンもカリステも、まあ、三好の成長とか細川がいるよね。他が打ってくれる、まあ、木下もそうだけど他が打ってくればこの二遊間に関してはやっぱ守備水も漏らさぬというかそういう守備を優先したなと思ったよね。これにはやっぱ高橋周平の復活っていうのは大きいと思うんだよ。打ってくれる人が一人でも出てきたからだから踏み切れたんだと思うよ。そっか、それがもしなければこの二人じゃなかった可能性もなかったかもわかんない。ちょっとでも打てるやつを打てる人間を二遊間に配置したかもわからないけども、はい、周平の復活っていうのは、うん、そこまで波及してると思うよ。そうなんですね、うん、ただこの2人のやっぱスピード感っていうのは合うだろうね。二遊間ってあそうですか。やっぱり二遊間でスピード感が合わないとね守りづらいんだよ、うん、ここで球が出てくるって出てこないとさ、うん、やっぱスピードが余っちゃって溜める感じになってくるとプレーが遅くなるとかさ、はい、だからいろんな考え方があったと思うんだよ、うん、例えばこの2人をペアで置いといて後半1点差の時に1点差勝ってる時に守備固めて使っていくとかいろいろ考え方はあったと思うけどもやっぱり2年間の戦い方を見てるとやっぱ序盤にエラーでミスミス点をやってそれが決勝点になるとかねそういう試合もすごく多かったからだから最初からやっぱここの2枚っていうのは守備を重視したと思う。あとは例えば後半例えば9回になって同点とか1点差の時にここの2人に回ってきたら代打とかもいやそれも可能性はある。そうですよね。なんかそれは可能性はある。うんそれは仕方ない、うんうん、それで1イニングをしっかり守り通さなきゃいけないよね、はい。まあ、最初からやっぱりリスクを伴って打てる人じゃなくて、うん、最初からやっぱここに水漏れを起こさないように、うん、それとやっぱりこうゲッツーを取れるっていうのはすごく野球でね大切なことでやっぱり一人ランナーを残したこの一人が余計だったっていうことがものすごく多くあるんだよ、はい、取れる時に取っとかないと。だからこの二人でコンビを組ませるとまあ周辺ももちろんそうなんだけど、まあ、中田もうまいよね、うん、それ考えるとやっぱゲッツーは相当取れると思うよ。そうなんです。月の数が増えると、うん、去年より。いやそうそうそう、うん、いやだからまあそういう意味ではすごくいい二遊間だなと思うよ。守備だけを考えるとね、うん、もう少し打ってくれるとすごく楽だろうけども、うん、まあこれも試合に出ながら、うん、やっぱ慣れていくしかないし、うん、ピッチャーにね、うん、慣れていったらまあロドリゲスも、うん、まあ田中もやっぱゲームに入ったら必要な選手だし、はい、キューバ出身で身体能力がものすごい高い選手だから、うん、掴んでくるのも早いかなっていうふうには思ってるけどね、うん、俺は。あと本当にギリギリまで育成で支配下にせずにギリギリまで使ってた、そこは例えばカリステとの見極めとかそういうこともあったからなんですかね。まああったけどもそんな早くしたって遅くしたっていい、まあいいんだよ、うん、でキャンプの時から立浪監督は惚れ込んでたし、それでもやっぱ慎重に判断しようと思ってずっと泳がしてたというか、うん、見てたんじゃないの。豊さん的にじゃカリステ選手とロドリゲス選手って守備とか違うんですか。だからね将来性なんだよね。ショートを長く、まあ、中日のショートを守ってくれるっていうのはあの若さで、はい、あれだけの守備とか身体能力を見せるとやっぱ魅力は感じるよ、うん、でちょっと打ってくれると素晴らしい選手になると思うんだよね。そうかそうか。だから今度は亡命が心配なんだよ。まあ、そうなってくるとまあそうなんですよね。中日はそうそう。でもこれからやっぱ本格的に体もね、うん、こう試合に出ながら作っていくだろうし、体が出来上がってバッティングが備わってくると相当すごいショートになってくる。じゃあハマればここから数年は例えばロドリゲスがもうショートだよっていう風になってくる可能性ってのは違う。まあまあそうだね。だからあとはやっぱこうコミュニケーション能力、はい、まあここら辺はやっぱこうショートっていうのは内野の要みたいなもんだから、うん、まあでもそれは田中がやっぱしっかりしてるんだよね、あの子って。そうだからそれは補ってやれると思うけども、うん、まあ、だからそういう意味ではすごくいいコンビが誕生するかもわからないですよ。ロドリゲス選手は今年から加入した選手であり、うん、田中美希也選手は昨シーズンは1軍で戦ってないので、うん、今年が初めてといえる2人が二遊間を組むっていう非常にフレッシュな、まあ、楽しみだよ。楽しみ楽しみ、うん、ただやっぱりしっかりしたものは持ってるから、うん、
だからいろんな考え方があったと思うけども、うん、やっぱ立浪監督の判断というのは、うん、俺はやっぱこう度胸が座ってていいなと思うし、うん、それを後押ししたおそらく片岡ヘッドも、はい、やっぱこういいコンビだなと思うよ。ここがコンビ組めばいいのにな。なんか二遊間じゃないですけど、なんかコンビちょっと立浪監督のスピードに片岡ヘッドがついてこれないかもわからないけどね。そうかそうか。まあ頭の回転はね、ヘッドコーチは早いからね。もう暗記力と頭のスピードはすごいですよ。いやだから、まあ、いいコンビがね、本当に日本を代表するようなコンビになる可能性を秘めてるという。ライバーコンビを復活してますから、まあそうだね、熱望してますからね、はい、あとそれに伴ってカリステ選手がレフトを守ったりっていうのがあったんですか、はい、まあ、これは左対策で、はい、左の時は、うん、まあ、カリステが行く可能性もあるよね。例えば、まあ、三好を下ろしたりだとか、はい、リカーソンを、うん、ちょっと休ませたりだとか、はい、カリステの場合はなんかカリステも身体能力が高いというかさ、うん、あれセンスがいいから外野ぐらいすぐできると思うんだよ、ね、てかレフトできたんだっていう。あ、まあ、ちょっとびっくりでした。いや、はい、できると思うよ。あれだけのショートでね、身のこなしがあるんだったら、うん、俺はおそらくできると思うから、はい、だからそこら辺の準備もさしてるよね。だからそのショートがダメでも他で使いたい選手っていうふうに立浪監督は考えてる。まあまあそれはそうだね、うん、だから本当に使える選手が増えてるから今年は本当中日楽しみだよ。ですよね、うん、でまた今岡林選手が戻ってきてないので、うん、まあ、そのままセンターは三好選手でいくと、うん、ただこれまた岡林選手が戻ってきた時にじゃあ外野どうなるのかとか、いや争いが激しくなるよ ね、 ますよね、うん、敵とも戦わなきゃいけないけども、うん、味方にもライバルがたくさんいるということだよね。本当に去年の中日っていうのは豊さんずっとおっしゃってるようにそのポジションがあったと。だけど今年は戦いだよっていう言っていた、まあ、昨年はもう一軍のベンチを争ってたからね、うん、じゃなくて今年はポジションを争ってるから、はい、すごく楽しみだな。そうですね、うん、だから、まあ、2年間の教育的な、まあ、指導から今年は勝負の年になってるけども、はい、なんかこの2年間がいい準備だったと言えるようなね、うん、まあ、そういう戦い方を期待してますよ。はい、はい。